No! Hey guys! No! Be Hatsuki for you! ってことで、今回は生放送でも一回行った Golfing Over and with Albert Major をやっていきたいと思います。今回のこのゲームの企画の趣旨は、このゲームで起こったら即終了ってことで、このゲームをやっていきたいと思います。なんかね、このゲームはね、この白色のボールをペンペンって弾いて、どんどん上にあるゴールを目指していくゲームなんだ。ちょ、黙れよ、これ！まあ、ちょっと注意しただけだからね、今のは。怒ってるわけじゃ。黙れよ、これ！注意してるだけなんだ、これは実はね。ちょっとこいつうるさいんだけど、普通にこいつ。ちょっと注意してくるね。チャレンジしてくれ、ぶっ殺すぞ、これ。何リアクションなんだ、これ。チャレンジしてくれ、ぶっ殺すぞ、これ。何リアクションなんだ、これ。ちょっとこのおっさん注意しても難聴だからね、聞こえないみたいなんだ。ふふふ、黙るまでちょっとこの人に実況任せるからね。いや、もう黙るんかい言うてな。よし、ここからは僕がこのゲームを実況していくからね。で、このね、階段スポットはね、意外にこれむずい。Please stop playing whenever you want. Your progress will be saved automatically. ちょっと、何よ、これ！クリリンのことか！まあ、ちょっと映像が今さっき乱れたと思うんだけど、そこは気にせずにこの動画を楽しんでいただけなかっただったと思います。全然噛まなかったね、今。こいつうるさ、ほんと。こいつマジうるせえじゃん、普通に。もういいか、編集で声ちっちゃくしたろ。まあ、気にせずに話していくね。うわ、あそこの青色の髪の毛の馬、バカむずいんだよね、あそこ。毎回あそこで、トリンってなって、このゴルフボールちゃん落ちちゃうのよ。ああ、やだ、どこしょ。多分大丈夫。いける、いける。危な、今さっきのでおじゃボコボコにすっからな、てめえ。危な、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 怖い、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 怖い。ほい、ほい。むずい、テニスラケット乗っけて、で、この木を、ちょ、危ねえ。ちゃんと狙いを定めて、ここオッケー。で、ケツに乗る。あお、髪じゃない、ケツでいいんだよ、ケツで。ケツに乗っかりゃいいんだよ、こっちとら。よしよしよし、ここまではいいんだよ。ここまではいいんだよ。問題はここで、ケツに乗りたい。ケツに乗りたい。ケツに乗り、うん、怒ったらいけないから怒れないんだけどね。まあ、もう一回このゲームを楽しめるって考えたら、すごくこのゲームっていいゲームってわかるよね。このゲームはいつ、イージー、みんなも一緒に、ルイージーって感じのゲームじゃないみたいだね、これ。ちゃんと無事じゃん、これ。やばいね、これ。終わるまでやめれまてんとか生放送でやろうかなって考えてたけど、これ本当に終われなくなっちゃうから、このゲーム生放送禁止だわ。まあ、コメント欄で、みんながやってほしいっていうコメントが多いなら、まあ考えてもいいんだけどね。どうする？ああまあ、僕は怒ってないからね。怒ってはないんだ。ちょっとイラッとしただけだから。いや、イラッともしない。この、ピキーみたいな、ピキッとしただけだからね。全然怒ってない。ちょっと全集中のモード入っていいっすか、普通に。牛に乗れた、見てみんな乗れた、来た。ここからは初見だから、多分怖い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 。
これ尻尾に引っかかってくれよ。オッケー。じゃあこいつ無視します。尻尾引っかかったのはでかすぎる。こっからもうあとはピョインピョインピョインっていけば、あのサイは角があるから多分引っかけれる。はい、ああこれ結構いける。胴体長いから、あもう胴体長い人大好きなんだ。足短い僕とは比べてね。誰が短いじゃんボケ。これまあそんな子、あぶねえ。あの隙間から落ちたらもう本当に怒ってたかもしんないわ。よし完璧、よしよし。え、俺結構順調な感じするんだけど、これあれサメんとこ顔越えたら私死んじゃうわ。あれこれちゃんと行かないとね。はい、よしうまい。これ人手の左手に乗りたい。んー、よいしょ、うまい。ここでニモに乗ってドリーの方には行かない。ああやめてよやめてよ。あぶねえ。ちょ、これも、あの、人手の右、あ、やめてやめてほしい。ちょっと、これ、心情に悪いんだけども、やめてほしいよね、これ。あっと、やばい。やめてよ。あぶねえ。怖い、このゲーム。でもね、勝負どこに勝負を刺すときだと、刺さないといけないんだよね、みたいな、そんな感じだから。うまい。これはニモからドリーに行かずに、もうこの魚の尾びれの、ピュインって言ったとこに行きたいところではある。よしよし、うまい。あーいやー難しいな。これ一旦ドリー挟んでいった方がいいかもしれない。一旦ドリー挟むか。一旦ドリー挟んでからの方が絶対うまくいく気がする。はい、よし、うますぎる。うますぎた。ドリーの尾びれ完璧だ。なんでおい、よっしゃよくやった。これなんだ、ノコギリザメか。もうノコギリザメのこと大好きなんだ。もう動物の森で釣っても俺二度と売らない。ノコギリザメ大好きだわ。ノコギリザメしか勝たん言うてな。よし完璧。なんで今度はなんかゼルダの城みたいなとこ、なんかいるなんかいたんだけど、今さっきのび太みたいなやついたんだけど、なんなんだろう、あの少年は。あの少年のとこにいたゴールみたいな。なんだこのゲーム、 It's easy Luigi みたいな感じ。あぶれ、このゲーム左手に城がある。中に女の子が住んでいる。彼女の名前はアルベロス。彼女の名前、プレーンを黙っててっぺんに行けることを願いながら、でも気をつけて、彼女へ向けた大砲がある。そして触れれば発砲してしまう。へー、あーのびちゃんがのびちゃんが行っちゃったよこれ。ざまにな、おいざまにな、おい。まあサイコパスなところもあるのがドラえもんの良さだよね。よしよしよし、この剣をペンペン。ちょ、マジか。こん中通んのこのボール、絶対無理ゲーじゃねえこれ。やば、これやめて。え、これむずくない？普通にこれさ、剣飛び越えてあの隙間にこのボールを SS するんでしょ。 SS ってのはストライクショットのことね。これ引っ張りハンティング、モンスターストライクの X フラッグでも難しいんじゃないだろうか。うわー、やめてくれ。おー、あでも大丈夫そう。剣があったからあそこに引っかかればワンチャンスあるわ。これはちょっと本当に耐久勝負になりそうね。これでも私負けないわよ、こんなんで。こんなんで負けるもんとはど素人よ。このゲームは怒らしてくることがこのゲームの肝なの。このゲームで怒らなかったら、つまり私の勝ちっていうことをね。まあこの動画の秒数を見てわかる通り、このゲーム見て多分私怒ってないから、このゲームで怒ったら即終了だから、このゲームで怒らなかったら私は全クリするわ。まあ今のリスナーさんは今見てちょうだい、動画の長さを。まあ多分1時間半とかになってんじゃない、私怒らずにクリアするから。まあそうなった場合はまあ仕方がないわ。まあでも見てちょうだい、これちょっと頑張っていくから、早送りは絶対にしないでね、編集時の俺。この剣の3番目のとこ行ってストライクショット。うますげー、うますぎたこのストライクショット。まあお猿のジョージは置いといて、うわ竜がいる、竜がいる。メリオダスのなんかドラゴンのあの塚みたいな部分がある。ヤバータニエン、これ剣来て、メリオダスのドラゴンのあの剣の、は俺の剣。エリザベスジョービーディスフォーミング、俺の剣。
あ、みんな違う、みパンパンピン。あ、違った。普通に龍がいたわ。やめて！やめてほしいわ。もうここまでせっかく来たのに、振り戻しはやめてほしいわ。あの SS 奇跡だったんだから、本当に。さあさあさあ、落ち着いていくわよ。落ち着いていくよ。落ち着いていく。何やってんだよ、俺！何やってんだよ、俺。なんで同じようなことでミスしてんだ、ボケが。よし、完璧。これでドラゴンのどこに乗んの、これ。あ、ここ行ける、ここ行けるやん。オッケー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 、大丈夫よ、これならいけるわ。はーい、よし、完璧。うわぁ、リオレイヤーいるんだけど、ここに。モンスターストライクじゃねえよ、間違えた。モンハンしてたの俺、リオレイヤーじゃん、バカ懐かしいんだけど。やめ、やめてよ、本当にやめてほしいんだけど、怖すぎる。じゃあこれはなんだ、あれか、ガララージャラか、この竜は。ガララージャラだ。これ多分モンハン知ってる人やね、多分わかんねえわ、これ通じないわ。よし、完璧。これ前沢ロケットもゲットしたわ。前沢ロケットも、よし、完璧完璧。このお皿みたいになって、よしよし、うますぎ、うますぎじゃねえ俺。え、これワンチャンクリア説ない？これ、見てわかるもん、この空の風景。もう宇宙じゃん、これ。宇宙行ったら勝ちみたいな、ほら。だって見て、ライジングサンアンだよ、あんなとこに。遺伝子もあるし、これ。ああ、やめてやめて、二重螺旋構造やめてよ、お願い。怖すぎるんだけど。いやー、ちょっ、OK OK 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 OK、 よし、完璧。うわー、何あれ、細胞があんだけど、うまくね、この細胞。ちゃんとしてんじゃん。核と液砲と揚力体、あれ。わかんねえんだけど、まあ、行くか。なんだよ、これ。なんかちょっと、こう、なんか、エッチじゃん、こう、なんかしちゃう。何見せられてんの、俺は。ちょっと、エッチなのやめてよ。また広告剥がされるんだから。今、2回連続剥がされてんだよって話するか、おい。本当にやめてほしいよね。やめて、落ちる。やめてよ、本当に。まあそこまでなら許容範囲。本当にやめてほしいわ、あの女の子のポニーテール、ツインテール。あたしはオコテール言うてな。待て、出なかった声。よし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 。こんな変なこと喋ってるけど、こんな変なこと喋ってて落ちるのが一番ヤバタニエンや、これ。ここまで来て落ちるのはやばい。ここまで来たらゴールしたいよね、普通に。大丈夫大丈夫。オッケー、やめてよ。オッケー、二重螺旋構造神。よし、完璧だわ。ここでちゃんと飛び跳ねて、オッケー。よしよしよし。この太陽は、これ多分太陽じゃない。このマークなんだろう。細胞とかだから、なんかのあれなんだと思うんだけど、多分違うね。よしよしよし。多分いける。これなんかいける気がするもん、俺。これフラグじゃないからね、ちなみに。俺フラグは本当にね、よく回収する方なんだけど、ここでいける気もするんだよ。え、だってこれ多分結構終盤の方だよ、これ。だって、結構上上がったよ。しかも、ミスなしで。うますぎるんだよ。やめてほしいわ、本当に。ほんと怖い、このゲーム。はい。よし、完璧よ。やめてほしいわ、本当に。ここのとこで何回俺戸惑ってんだよ、普通に。あ、ミトコンドリアじゃね？あれ、ミトコンドリア。ミトコンドリアって何だったっけ？俺、生物取ってないからあんま覚えてないんだよね。でも、ミトコンドリアって、え、ちょっとやめて。ファーさて、来週ののびちゃんは、どうも、ドラえもんです。このゴルフボールのゲーム、絶対リベンジしてやるからな。クリアするまで、やめるまでしてほしいってコメントしてきたら、まあ、やるかもしれないよね。まあ、多分来ないから大丈夫だと思うけど。来週ののびちゃんは、リヴァイ兵長のキャラ崩壊、井口の華麗なる江戸天使、井口でお好み焼き作ってみたの3本でお送りいたします。来週もまた見てくださいね。それでは行きますよ。最初はピーピーじゃんけん。ヘイガイシュ。